たらね、トヨタから新しい86が出るようですね。なかなかいいみたい。日産の車が売れなくて困ってますよね。どこ違うかって言ったら、なんかね、トヨタの車を見てるとかっこいいなって思う車はそれなりにあるんですよ。で、なんかこの車変だなと思うんだけど、だけどこの車自分は嫌いだけど、この車を好きだと思う人はきっといるな、いるかもしれんって思うようなスタイルをしてるんですね。ところがですね、日産の車を見ると、まあスカイラインの GTR とかちょっと別物にしてね、日産の普通の車を見るとなんかよくわからんデザインだなって思うことがあるんですね。そしたらね、こうだっちゅうんですね。その日産の人が言うにはね、デザインに金をかけないってね。だから日産はかっこよさをあんまり言わないで、技術の日産だ、技術の日産だって宣伝するわけですよ。そしてなんかね、ハッタリっぽいんだね、大げさなんだね、宣伝がね。そういう印象を持ちますね、日産の車のあれは。ずいぶん自分の車を大きく見せようっていう風に感じるわけ。だから日産の人たちは、まあこれネットの、ニュースの中だけど、売れる車を作ってほしいってね、そうなんか言ってましたね。社長たちの役員の給料は半分以下だとか言っても、そんなこと言うならもっともっと安くしてあれだなってね、従業員大量に首切りしねえで、ゴーンっていう人の出たところにそういう儲けをいかにするかってね。あ、デザインでも何でも将来に向けての投資っていうかね、それよりゴーンは目先に儲けることを考えたっていうのは言えるみたいなんだね。結局うまくいかない、ホンダにも抜かれて。探してもらって。